はい、皆さんこんにちは、高橋尚典です。今永投手、ついに球団決まりました、うん、カブス入団ということになりましたが、まずはこの一報を受けて尚典さん、いかがでしょうか。まあ、もうちょい早く決まるかななんて思ったんですけど、ああカブスか、よかったわ、いい球団選んだなっていうのが第一印象ですね。はい、これ今永投手とカブスっていうところで言うと、うん、まあ、カブス選んでよかったなというのは正直どの辺が理由なんでしょうか。まずは鈴木誠也選手がいるっていうことがすごく大きいことだと思いますし、僕も一応カブスに在籍したんですけど、辞める時ぐらいですかねにクラブハウスね、イリグレフィールドってね、皆さん結構馴染みあると思うんですけど、ツタのあるあそこ のクラブハウスを変えて素晴らしいクラブハウスにしたりとかで、キャンプ地をすごいの作ったんですよ。新球場もで作って、まあ、練習場だったり全部新しく作り直したんですね、カブス自体が。そうだから、そういうのを変えて108年ぶりにワールドチャンピオンになったわけですよ、2016年にね。一回ね、ワールドチャンピオンになってちょっとやっぱり低迷時期になるんですよね。やっぱりフリーエージェントでいろんな選手をこうね、ワールドチャンピオンになった選手をこう出して再建するっていうことで、鈴木誠也選手を去年取って、まあ去年、一昨年のオフシーズンかに取って、鈴木誠也選手を中心にこうチーム編成をしていこうっていうカブスのチーム編成をやり始めたんですよね。でそこに対しての多分今の投手がポッと入ることによって、多分いろんな条件をつけたんだと思うんですけど、すごく複雑な契約になったっていう話だったんで、ネットのニュースですけど倍以上出したチームがあったっていうことも目にしたので、それはね、多分今の投手がすごくフィットした球団だったんじゃないかなと。これだったら気持ちよく投げれる、自分の思うように投げれるっていうふうな思いを持ったから、そこをカブスを選んだんじゃないかなというふうに思いますね。だからすごくね、人気もあるし、いい球団選んだんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、先ほど鈴木誠也選手のお名前も出ましたけれども、うん、DeNA の同僚のエスコバー投手も実はマイナー契約なんですけれども、うんうんうん、カブス今期から入るわけですよね、うん、っていう人がいるっていうのも大きかったんですかね。いや大きいですね。でね、内部の方にビデオコーディネーターとして正本っていうね、日本人の人がいるんですよ。彼もね、すごくいろいろ気がついてね、いろいろ今でも僕連絡もらったりして、たまに会って食事とかしたりするんですけど、この前いつだ、鈴木誠也選手が決まる時に、その前にちょっとお茶飲みながらね、いろいろ話したりとかしたんですけど、でも彼もね、いてすごく日本のこう選手も多くいたし、在籍ね、した人もいましたし、そういう面では日本にも馴染みあるね、球団の一つなので、まあ注目度も全米での注目度も高いですし、特にやっぱり、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、このね、やっぱり三大都市はやっぱり大きいですから、そういう面ではね、活躍したらすごく目立ちますし、まあいい球団、人気のある球団を選んだなっていう感じがしますね。ただでもね、寒い寒い、風はね、ウィンディーシティって言われるぐらいで、でデーゲームがやっぱり多いんで、その寒さ対策とかはね、変な話雪とか降る時もあるからね、シーズン当初はシカゴが降らないのかな、うん、その線の地域の頃はやっぱり雪降りますよ。僕だって開幕13年のね、開幕カブスとピッツバーグで、ピッツバーグの本拠地でやったんですけど、雪降ってましたからね、その時ね、うん、それがやっぱり寒いとこですよ。で夏もね、結構こう風が吹いているんで肌寒い感じがあるところですね、はい、その辺の寒さとか体調管理は気をつけた方がいいよというアドバイスですね、うん、それそう。でもなんかちょっとね、はい、年俸自体も1年で15ミリオンの4年契約かな、4年で5300万ドル、最大5年8000万ドルですね、うんうん、まあでもいいところ、まあその辺がやっぱり一番やりやすい感じになるんじゃないかなと思うんですけどね。カブスがですね、去年の成績、まあ、83勝79敗でナショナルリーグの中地区2位で、うん、1ゲーム差でワールドカード進出を逃したということなので、うんうん、これ今永投手にかかる期待感大きいんですかね、やっぱね。いや大きいですね。特にやっぱり先発ピッチャーで長いイニング投げてくれるっていうね、カブス自体も期待してると思いますし、ファンの方もね、すごく熱いファンが多いので期待してるんじゃないかなと思いますね。でもね、
やっぱいろいろやっぱり対応策しなくちゃいけないです。やっぱり怪我がね、どうしても今の投手結構怪我持ちだったりっていうところもあると思うので、今までのね、あの成績見てる中で、それ考えたらやっぱりボールの対応だとかね、マウンドだとか、まあ、もちろん球場ね、とこだとか、今までとやっぱり違う環境の中でやんなくちゃいけないんで、トレーナーが常にこういっぱいいて見てくれるっていうわけでもないでしょうし、だからね、本人はあの個人的に連れていくのかもしれないですし、まあね、チームにいるトレーナーで対応するのかはちょっとそれもね、あの分かんないですけど、やっぱり今までと違う環境でやんなくちゃいけないんで、それもいろいろ対策していかないといけないのかなっていうところはありますね。カブス、うん、その打線もいいようで、うん、メジャー全体の平均打率が2割4分8厘みたいなんですね、うん、でカブスの、まあ、チーム打率が2割5分4厘だったみたいです、うんうんうん、去年ですから、これ今永投手にとっては今のあの打線でサポートしてくれる確率上がってるというか高いんじゃないですか。そうですね、上がってると、どっちかというとホームランバカバカ出るような球場でもないんですよね、スタジアムでもないので、まあだからまあ常にコンタクトしてね、あの繋いでいくっていう野球をあの心がけてるから率があの増えてるのかなっていうふうに思いますし、今永投手にしてみたらあのすごく心強い数字ですよね、うん、そんな今永投手カブスでどのぐらいの成績を上げるか、ズバリ予想するといかがでしょう。2桁はしてほしいかなっていうね、まあ無事にローテーション守ることがね、やっぱり1年目はそれが先決だと思うので、多分それに対してのね、インセンティブはかなりついてると思うんですよね。登板数、イニング数、勝ち星っていうよりそっちをね、やっぱりあの重視してもらいたいなっていうふうに思うので、まあそうすればおのずとね、10勝近くはできると思うんで、10勝以上はできると思うので、うん、だから防御率自体もね、3点台だったらおのじだなっていうふうに思いますし、まあイニング数では規定投球回数ぐらい、162ぐらいでいいのかなっていう感じがしますね、うん、メジャーとその日本では試合数とか違うと思うんですけれども、うん、やっぱり25試合以上登板したシーズンが DeNA 時代は2019年だけだったので、その辺ももしかしたら課題になってくるのかなというところですかね、うん、まあそうですね、イニングやっぱゲーム数っていうのはやっぱりメジャーでは評価されるのでね、1年目ということもあるのでね、あの大事に使われるのかななんていうふうに思いますけど、でもまああれぐらいの投手だったらね、問題なくいろいろクリアできるんじゃないかなというふうに思うので、WBC のね、あのあれですごく評価が上がったと思うんで、うん、まああれだけじゃないとは思うんですけど、まあスピンレートとかそういうね、いろんなあのデータですごくレベルの高い、ハイクオリティなピッチャーだよっていうのはね、言えると思うので、自信を持ってね、どんどんやってもらいたいなというふうに思いますけどね。元カブスのその、久野さんから今永投手にアドバイスを送るとしたら何でしょう。開幕当初は風邪ひくなようです。そこでね、一気のおかしくなる可能性があるから。あとはやっぱりね、いろんなこう見るものとかが新鮮なんですよ、やっぱり1年でね。で、だからそれが慣れてきた時にちょっとね、ストレス感じる時あるんですよ。だそのね、ストレスをこうあの解消するために鈴木誠也選手とかとこうね、いろいろなコミュニケーションを取ったり、チームメートとね、いろいろコミュニケーションを取ったりしてやっていけたら、多分いい成績を出すんじゃないかなというふうに思いますね。いろんな、日本とはもう全く違うことをやらなくちゃいけないんですよね。こんなことは日本じゃ起きねえだろうなっていうことなんてもうしょっちゅうですから、それをね、あんまストレスを感じずに、もうこんなもんかっていうぐらい流せるぐらいのね、あの感じでいけたら、それはもう間違いなくいい成績を出せると思いますよ、はい。ちなみに久野さんは今永投手とは面識とかあるんですか。あのもちろんあります。まあ大学のね、一応僕先輩で、まあ彼ね、後輩なんで、駒沢ですもんね、はい、駒沢大学の後輩なんで、まあ、あのね、何回かあの話したことあるぐらいですね。で、挨拶もね、まあ、僕が取材で行ったら挨拶来てくれたりとかしてたので、顔見知りっていうか、まあ、一応そういう関係ではあります、はい。何か困ったことがあればね、ぜひ久野さんに、まあ、僕でね、あの力になれるようなことがあればあの何でもしますけど、でもまあ大丈夫でしょう、周りの人がね、サポートしてくれるはずですよ、絶対、うん、だから問題ないんじゃないかなと思いますよ、はい。ということでね、今永投手カブスに入団しましたけど、いい球団を選んだなというふうに思いますので、ベイスターズファン、カブスファン、ね、メジャーファンの、まあ、日本人のね、メジャーリーグの方をかけている方たちはね、ぜひ注目して、応援してあげてください。ということで、本日はこれまでです。どうもありがとうございました。